2006年生まれ高校3年生のキリカです。よろしくお願いいたします。 K-POP アイドルになりたいと思った理由は何ですか？私は幼い頃から人前に立ってパフォーマンスをしたり目立つことが好きで、そういう職業に就きたいと思ったのと、そういった職業の中でも K-POP アイドルは世界中に影響を与えているような方がたくさんいると思ったので K-POP アイドルになりたいと思いました。自分の長所と短所を教えてください。私の長所は行動力があることで、今日もこの企画に出るために宮城県から兵庫県まで参りました。短所はせっかちなところで、すぐに結果が出ないと満足いかないことがあります。オーディションはたくさん受けてきましたか？対面オーディションやオンラインオーディションだったり、E メールオーディションも含めて100回以上は受けてきたと思います。男子がまだ保護してた後、感情の血まり始まら、船が乗り4年自身ごと恥やな、鉄砲の抜けさらんはんだ後、感動の血まり始まら、チャルチャプカドンプニキマジョケボリズナヨジャヌンシンガポーダタンスナジアナ행복하게만드는방법도조금씩은달라하루에네번사랑을말하고8번을고6번의키스를해줘날열어주는단하나뿐인비밀번호야누구도알수없게너만이나를가질수있도록 You are my secret boy。キリカさん の歌とダンス、あとまあその全体的なビジュアル、雰囲気、スタイルを見て、一個ずつちょっと言っていきますと、歌はすごくいい感じですし、個人的には好きな感じです。発音もすごい良くて聞き取りやすいですし、もっと歌えると思いますので、ぜひもっとキーの高い難しい歌を練習でやってみてほしいなと思いました。あまり踊れていないです。普段もっとレベルの高い難しい振り付け、難しい動きでやっておくべきです。体がコントロールできていなくて、特に上半身が硬い印象でした。全体的な印象なんですけど、やや暗いです。カメラを見るのが慣れていないんですね。とにかくすごい緊張してるっていう印象で、アイドルとしてこう印象付けるっていうのはちょっと感じられなかったです。踊る時の表情もつけるんだったらもっと大胆にカメラの前ではずうずうしくやってほしいですね。恥ずかしいっていうけど、なんとか頑張ってますっていう感がすごく伝わるので、こう上手い子たちとちょっと勝負するのは難しいかなって感じました。やるならちゃんと楽しんでやってますよっていう感じが伝わった方が単純にこう見てて楽しいです。ビジュアルなんですけど、これは
かなり気を使うんですけど、あの顎、この輪郭のところがちょっと気になります。リンパ筋を流したりとか、あのマッサージとかをして、ちょっとできればあのシュッとした印象を作っていってほしいなと思いました。こう今日ちょっと会えてないのであれなんですけど、実際こう見たらそうでもないと思うんですけど、こうカメラにこう映した時にそれがやっぱこう気になりますね。オーディションの神様に出演しようと思ったきっかけは何ですか？今までたくさんオーディション受けてきたんですけど、最終合格をいただくことができなかったり、私が2006年生まれていることもあって、アイドルを目指すタイムリミットが近づいていると思ったので、一番良い状態でオーディションを受けられるようにこの企画に参加しました。まあ、あの技量、あの内容的には歌はとても個人的にはいいと思いますので、あのダンスをとにかくめちゃくちゃやってください。あと、まあ、あの雰囲気とかビジュアル、まあ、スタイルもそうなんですけど、雰囲気もっともっとこうセンスを磨いておしゃれして、まあ、2006年でしたらかなりもうあのオーディションではお姉さんできて当たり前でしょっていう感じになってくるので、かなりできる印象を作っていってほしいなと思いました。それが作っていけたら可能性は十分あると思います。今日はあの遠いところまで来てあの撮影してくださってありがとうございました。頑張ってください。精一杯頑張りますので応援よろしくお願いいたします。